はい、こんにちは、総合監督と申します。 e フットボールでこれチャンピオンズカップ、今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ今回ですけれどもね、6周年第4弾がやってきた。そしてですね、さらにですね、こちら、スプリモ、出現率アップ HG、まあ、5スター11連ガチャですね。グレード190以上の、ごめんなさい、噛みました、もう一回やりましょう。グレード109以上の星5選手カード1枚確定ということでね、まあこれ課金しないと引けないガチャなんですけれども、まあ1回だけね、引けるんで今回これを引こうかなと思ってるのと、そしてこちら、6周年アニバーサリーの、1回限定無料11連ガチャ、グレード109以上ですね。なんかめっちゃ噛むな、109っていうの。これ、まあ、いわゆるグレード109以上の選手が2人当たるということで、さすがにね、2回チャンスあったら1回ぐらいスプリーモの、セレクト持ち引けるんじゃないかなと、とても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 期待しております。はい、まあ、できればね、このドンナルンマもしくはファンダイクとかね、欲しいんですけれどもね、ちょっと言い過ぎ、でもそんなことないと思います、さすがにね、課金もしてるんですから。ということで、この2つのガチャ、今日はいきたいと思います。ちなみにメインアカウントです。はい、ということでいきましょう。どっちがいいですかね、やっぱり無料の方から行くのがね、いいんじゃないかなと勝手に思ってます。はい、さすがにね、まずはこっちから、行きましょう。いきます。さあ、グレード109以上当てておくれよ。はい、まあ金旗は参ります。1人は確定なんですけれども、2人ぐらい欲しいな、金旗な、お願いします。さあ、何来る何来る。でもこのグレード高グレードだからな、さすがに楽しみです。いや、1枚か1枚かオッケーオッケー、まあ、190やからな、何本まで上がるのか楽しみだ。そして5連目、お、久しぶりに見ましたね、この佐々木です。そして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 ピックフォード、さらにポップ、そして10連目もこれかバック、さらに11連目、さあ何本上がる、結構上がってるぞ、いいぞいいぞいいぞ、ここ110なん、これでは。はい、無料のやつ。テオ・エルナンデスでした。はい、ということで、2回目参りましょう。2回目じゃないな。まあ、こっちは出現率アップしてるから、さすがにな。一応見とこう。2回だけ引くことのできる特別な11連ガチャです。ナショナルシリーズのスプリームはピックアップ。選手カードとなり、出現率がアップしてます。スペシャル枠は星5の選手カードが確定登場します。わかってます。一応、出現率見とこうぜ。11枚目 5% が111、ちょっとこれは違う、ナショレギュラーの見た、ナショナルスプリーも、111から114が13枚、出現率は 11%、 なんかこの確率見たら急に引けへんような気がしてくるな。まあまあまあ行きましょう。250ですからね、ちょっとね、プレミアムボールも少しね、余裕が出てきたなってところで行くんですよ。行きましょう。さあ、赤旗、まあこれはね、逆にね、まああの確定してんのに赤旗っていうのでね、逆にいいかもしれない。いきます。さあ、まあ、ということは演出は起こらないですね、当然。まあ、こっちの方がいいかもしれない。もう確定してるよりはいいかもしれないね。ごめんなさい、1枚出て、あ、1枚しかないんかって思うよりも、なんか10連目はね、ワクワクしながらね、見てられるんじゃないですか。はい、いきましょう。さて、はい、じゃあ、そしてリベイラ8連目。なかなか欲しいことにならんね。なんかこれあれ。まあまあまあいいや。行こう。さあ、9連目。欲しいことにならん。アスピリクレタ。10連目。欲しいことにならん。これや。そして11連目。なんじゃそりゃ。ほんまに、なんかあんまり読むよくないで。もうええって。二度と引かん。何が5スターじゃ。ガビ。でも初めてやな、ガビ手に入れた。そういう問題じゃないのよ。ガビ。エンジェルパストルクモーターでも使わんもん、絶対。うわー、5スター。ほんま、この5スターってマジで良くないからな。分かってて引いた。分かってて引いたけれども、とても悲しい感情が渦巻いております。ということで、残念ながらね、5スター外れということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。